その昔、ロボットはとても真面目で正直者でした。そこで神様はご褒美として彼らにとてもきれいなネジを一つ与えることにしました。ロボットたちは大層喜び、そのネジは神様からの贈り物として神殿に飾られました。それからというもの、ロボットたちが毎日神殿にお参りに訪れるようになり、参拝したロボットの願い事を次々と叶えていったのです。そんなことから、このネジは願いを叶えるネジとして祀られるようになりました。しかし、何でも願いが叶うとわかると、ロボットたちは次第に欲深くなっていきました。すると怒った神様は、ネジを7つに分割し、全国各地に散らばせてしまったのです。それ以降、ロボットたちの間で、7つのネジを集めると、どんな願いも1つだけ叶えることができる、という伝説が広まっていきました。これが俗に言うドラゴンネジ伝説です。この大会は、そんな7つのドラゴンネジにまつわる戦いです。ドラゴンネジをめぐるロボットの戦い、ロボットプロレスできんのか43、オンライン大会12月20日放送予定。